吉川ひゅういです。中学1年生の13歳です。伊藤菓子メンバーからはひよりんって呼ばれてます。趣味は美味しいお店を見つけて食べ歩きをすることで、特技は大食いです。最近ハマっていることは、可愛い画像や写真、伊藤菓子メンバーと撮った写真を携帯のアプリで可愛くコラージュすることです。最近の伊藤菓子の出来事は、私は食べることが大好きなんですけど、そのことを学校のみんなが知っていて、この間部活の顧問の先生から、日和は大食い選手権に出れるんだな、みんなから聞いたぞと言われたことが最近の伊藤菓子の出来事です。部活での思い出は、夏休みの練習の時に暑い中練習をし終わった後に汗をかいた後に、女子みんなで水でびしょびしょになってクールダウンをして帰ったことです。ファンの皆さんに一言は、たくさんいろいろ初めてのことで緊張しているんですけど、一回一回の稽古を大切にして来てくださった皆さんに素晴らしい舞台を見てもらえるように頑張ります。お芝居は全く未経験の私ですが、精一杯私に与えてくれた役を精一杯演じきるので、これからもご指導お願いします。バイバイ。